ジョー・モーゲンスターンは、ウォール・ストリート・ジャーナルの映画評論家である。1953年のリーハイ大学を卒業する。ニューヨーク・タイムズで、報道事務員として、ジャーナリストのキャリアを始め、その後、スイスとフランスを拠点とした、外国特派員となる。1959年に、ニューヨーカ・ヘラルド・トリビューンの芸能レポーターとなり、後に演劇、音楽批評を始める。 1965年から1983年からはニューズウィークで映画批評を行い、1983年から1988年からはロサンゼルスヘラルド・エグザミナーでコラムを執筆した。また1966年には全米映画批評家協会を共同設立した。その後、カリフォルニア州サンタモニカを拠点とし、1995年5月からは、 ウォールストリートジャーナルでの映画評論の執筆を開始する。彼の映画批評は毎週金曜日に同志のウィークエンドレジャーに掲載される。他に CNBC でも映画批評を行っている。2005年にピューリッツァ賞批評部門を受賞した。映画評論家がピューリッツァ賞を受賞するのはシカゴサンタイムズのロジャー・イーバーと ワシントンポストのスティーブン・ハンターに次いで史上3人目であった。1962年に女優のパイパーローリーと結婚し一時を設けたが、1982年に離婚した。ありがとうございます。